お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらイチコス4枚シリーズエリババ編ということでねやっていきたいなと思います。で前にもねこのイチコス4枚入ったエリババで一気でやったんですけども、多分それ強化される前にねやったんですエリババが。でまあ今回ねエリババが強化されましたのでね、強化された後のこのぶっ壊れエリババくん使っていこうかなと思います。で中身もちょっと変えました。前多分ねディガーウィザードザップだったんですけど、エリババ強いからディガーいらねえなって思って、まあそしたらプリンセスとか処理できなくなるからザップじゃなくてウッドにして、まあスケルトン部隊とかもいっぱいねスピがいるのでスピでご利用するんじゃねえという感じでね、この 2.3 エリババ高回転でね今日はやっていこうかなと思います。さあよろしく。というわけでもうガンガンねエリババ投げていきたいですね。エリババの後ろにはまあヒースピかな、基本的にはヒースピセットでやっていきたいですね。であとこの結構大事なねことなんですけど、フキアゴブリンとスピ3つでまあウッド枯渇というかまあ穴雨枯渇みたいな、フキアにウッドを使うとエリババの後ろにはスピが3体ぐらいついてくるよみたいなでもこのヒースピとかにやべ引かれたヒースピとかエレスピとかエスピにウッドを使うとこっちの吹き矢が生きるよと、まあ、いう地味にねこの地味にそこでいやらしい攻めをねできたらいいかなと思います。さあ今ウッド使いましたね相手。いけあやばウッド使ったと思ってめっちゃ攻めたらなんか違うの来たな。デリバリー来ましたね。あーでも完封はやばい。めっちゃいい防衛したさとは。あーこれあれだ、ボムタワーが入ってる普通にクエイクデリバリーウッドのテンプレアッチャクエイクホグですね。最近すごい流行ってるねアッチャ型のクエイクホグですね。マスケ型もまあちらほらいますけど、まあデリバリーでも相手ガンガン伝えてくれるな。デリバリーが鬼しんどいっすよ。だってまあこれ吹き矢に多分デリバリー落とされるんで一回こいつステイですね。さあデリをどう攻略していくかですね。デリウッドがあるので、まあ、僕の吹き矢と、まあ、このスピたちはねいないようなもんですね。エリババでご了承していけたらいいかなと思います。で、まあ、この真ん中吹き矢でいやめっちゃいいで OK これで飛べ。ああ、お前 U ターンすんな、お前。今のね、ヒースピが飛べばね、大ダメージになるんですけど、マジで。待って、エリババもう一発。おお、お前よく頑張った。で、エリババとアイスピがあれば多分完封できますね。で、なんならナイトとかつけてあげて、で、ウッドが多分、ウッドをしたいんです、相手は。で、ここに出して、ここで、回復。これでも、来た。回復して、いや、ナイトがめっちゃ味出してる、佐藤。ビリビリ。うい、からの？うい、まあ。やばい。まだいけるぞ。これ勝ってるのは個人的にめっちゃ嬉しい。さあ、デリウッド。多分ボムタワーあるんですけど、相手が全然出してこないですね、ボムタワーを。で、まあ、ナイト吹き矢とかで形を作りつつ、ナイト吹き矢がいなかったですね。あ、いたか。ウッドで引かれたっすね。オッケー。まあ、ヒースピとりあえず飛ばしてね。ヒースピ？いや、いい。で、ここで、こっちに過剰に、まあいい。僕はあとあれか。もう守れば多分負けないから、一回ね、丁寧に。よいしょ。さあ、エリババアイスピが、エリババアイスピで、ミリ残り。いや、でもいい。ここで、まあ、スケとかがね、相手は置きたいと思うんですよ。オッケー。で、ウッドで引かれない位置にヒースピを出してあげる。いや、このヒースピの位置がちょっとおしゃれ。やばい。で、ちょっとあれ、やばいな。ああ、危ねえ。まあ、あとは、ウッド削りというか、あと900なんで、このアイスピー、ヒースピー、レスピで削っていきたいと思います。バレないようにね。これバレたらダメですからね。このイチコス。ああ、バレてる。いや、バレてるけど、削っていくよ、俺は。ここね。よし。多分落としたいんでね。で、アイスピーをしっかり使って防衛しないと痛いんでね。で、また吹き矢で、ちょこちょこ邪魔してね。お相手はさて吹き矢読みデリバリー落としたかもしれない。いや一発入る。あこれ端前止めようかな。いやウッドして、お先行してきた。さあなかなかねこうイモられ始めると
もう僕突破できないですね、相手のデッキ。デリバリー落ちてきた。いや、いいね。あ、で、う、いや、いい、来た。いや、めっちゃでかい、それ。で、なんならもう、お前、そっち側走ってけーって。あ、待って、やばい、やばい。走ってけーとか言うてる場合ちゃう。やばい。待って。エリババ頑張れ。エリババが、頑張ってる。吹き矢、これ、ホグに取っといた方がいいですね。ですよね。よいしょ、ビリビリ。よいしょ。やばい、ちょっと待って、ワンチャン負ける。吹き矢。吹き矢頑張って。吹き矢が、待って、全然活躍してねえ、さっきから。で、これ、ウッドが当たんない位置に。よし。やるぞ。300だな。あと、ウッド4発？あと、ウッド4発とか言ってる間にもう時間がね、終わりそうですね。あ、オッケー。あぶねー。ちょっとね、序盤のリードをなかなか活かせないね。形になっちゃったんですけど、まあ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 、まずは1勝というねところで大事ですからね、1勝を積み上げていきましょう。で、後半がね課題ですね。そう、防衛が硬いデッキだと通らなくなっちゃうんですよ、マジで。これ本当にイモられると、1勝イモられると1勝通んないんですよ。回転早いんで、まあ、頑張れそうなんですけどね、頑張れそうなんですけど頑張れない。うん、ケツエリババして、でスピスピスピスケで回してからの端前エリババで、まあ、エリババ4体でゴリ押すとかはワンチャンないこともなさそうなんですけど、多分ね一生イモられるとちょっと通らなくなるので、じゃあどうするかってところなんですけど、わざと攻めさせる。で、攻めさせたところを逆サイエリババで攻めて、すれ違い通信をしたところを吹き矢と1コス4枚で回収していくっていうのが大事になってくるかなと思いますね。わざと攻めさせる。ちょっとそういうね、おしゃれなこともやっていこうかな。あ、緊急度された。やったわ。これエリババ緊急度されたら結構痛いっすよね。普通にやったっすね、マジで。何も考えてなかった。やばいやばい。さあ、ここはまあこのスピ系とね、吹き矢もいるんだよね。あ、キャー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 。さあ、今回相手は、わー、出た。俺のあの強敵、ビビドラ。ビビドラ世界一強敵なんですよ、このデッキからしたら。てかもう空、空地獄ですからね、これ。まあ、戦えないこともないけど、戦えないんですよね。さあ、デリバリー、ビビドラ。いや、この吹き矢がね、入ってくれるだけででかい。まあ、そう簡単には入らないよね、と。で、ウッドで削りつつ、ダメージ抑えていきましょうかね。で、同サイド対決あんましたくないですね。僕はまあ両サイド、2サイドに振って振って攻めていきたいですね。4コス以上ぐらい出したら逆サイぶっぱしたいですね。さあ、これで、まあ多分ババ小屋を壊せるんですよ。このエリババぶっぱで。運が良ければ。ああ、いやでも壊せますね。いや、強えな。ババが。俺のね、俺の方のババが強いですね。これはちょっと延命します。延命できないと負け。あ、負け。やばい。そう、このスケラが。これでも、神のエレスピと。いや、神のエレスピした。いや、でも、痛えな。さあ、ババコヤスケラですね、今回で。まあ、これには、ベビか、メガゴか、まあ、なんか飛んでくるんでしょうね、すぐ。飛ばれるとしんどいけど、エレキか。一回ビリビリね。エレキ、でも、下方されましたよね。下方されたならもう使わないでくれ。下方されたカード、さあ、とりあえずね、一旦壊して、次のね、2周目の僕はね、エリババを通していきたいかなっていう感じですね。さあ、まあ、ここですね。やばい、これタワー、あ、竹取ったら終わる、竹取ったら終わる、竹取ったら終わる、マジで。いや、でも意外と耐えてるな、意外と耐えてる。まあ、耐えてるだけなんですよ。しかもデリバー、あ、待って。ワンチャンある。いや、いや、ワンチャンありそうだけど、ない。ちょっと待って。ああ、これ、逆？いや、1600、ワンチャン削りたいけど、カウンター来ちゃうんですよね。そう。いや、むずいな、これ。吹き矢置いて、これ、上エリババで処理したらワンチャンあるかな。ワンチャンあるよな。で、ここでちょっと回して、逆サイ僕は攻めたいな、こっそり。こっそりね。バレない程度に逆サイをちょっと攻めていきたいな。いや、ワンチャル、ワンチャル、マジで。この、あ、めっちゃいい、そのナイト。
いや、これエレキだな。いや、待って、右サイドめっちゃ入ってる。なんで、ラッキー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 、ワンチャル打ってこい。あー、これもう一回ですね、わざと相手に攻めさせるのが大事になってくるかもしれない。スケラ打たして、その瞬間になんか吹き矢ナイトで美味しくいただいてからのなんか端前エリババ、多分それですね。わざと攻めさせるのがここは必要になってくる。さあ、騙せ来い。いや、これ一回ね、攻める気のない逆サイエリババっすね。うん、実はこれ攻める気のないってやつですね。いや、ナイトが、ナイトが届く。待って待って待って、届けよお前。なんで今届かないの。さあ、いやー、ポイズン裂いたからね、今吹き矢が最強なんですよ。いやー、右サイド行きたいんですけど、こう一回ね、こっちにね、相手の意識をね、上げないと。よいしょ。さあ、やばいよー、やばいよー。さあ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 、ここで端前ぶっぱ、ポイズン打ってこい。いやー、打ってこねえか。いや、ワンチャン、待って、逆サイドも削れてきてる。いや、マジであるなこれ、本当にあるっすよ。ここでちょっと待って、さあ、スケラ打ってこい、打ってこい、打ってこい、坊や、来い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 、来た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 。え、マジである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 、来た。くれ、これ絶対来たよ。俺が耐えればある、耐えればある、耐えれば勝ちっしょ。なんなら待って待って待って、タゲ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 、悪い、タゲが悪い、タゲが悪い。うわ、なんで止まってんねん。ちょっと待って、今の俺の精一杯の攻めで止まるなら、そりゃ無理っすよお兄さん。ちょっと待って、間に合わない。あー、家が勝てんだ、家が。俺にもちょうだい、エリババの小屋。エリババの小屋めっちゃ良くない？このババ小屋の上位互換、8コスぐらいでいいでしょね。エリババが一生出てくるの、いや、めっちゃ強いな。さては強すぎるかもしれないけど、エリババの小屋だったら今の勝ててたもんなね。小屋はね、ちょっとね、ずるいっすよ。はい、来たー。テンション上がってきたな。さあ、とりあえず一生削っていきます。はしめぶっぱ、お前何のデッキやっていう。さあ、イビス、うわー、またこのこういう系がしんどいんですよね。さっきと同じ防衛が硬いデッキが地獄っすね。まあでも、ここの辺に吹き矢を出しとくと相手はウッド打ちにくい。あ、ウッド打ったら打ったで、ん、これは、さあ、事故るぞ、事故るぞ。いや、事故、いや、事故れ、いや、結構入るな。いや、でけー、でけー、遅延テスラクロスだ。これ勝ってるかな。これ、まあ、防衛クロスされたら終わりですね。なので、ちょっとバレないようにね、あの、どうにもできないんですけど、防衛クロスされたら終わりだ。あの、ウッドで削っていきます。あ、待って、届いてない。ちょっと待って、やばい、マジやばい、本当に届いてないっけ。おい、やば、待って、さすがに恥ずかしい。で、これもエリババチンパンですよ。端前、端前エリババチンパンして、ヒースピで回復してあげてえな。オッケー、ウッド使った、ヒースピで回復してあげたら飛べ飛べ、いい。あー、お前逆いった。いや、なんなら、まあ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 、ちょっとウッド一回ミスった分痛いですね。端前クロスされるのはね、まあ、アイスウィズと同際にされるとちょっとやばいけど、まあ、逆際にされるのなら全然大丈夫ですね。クロス単体ならエリババーとなんか1コス3枚4枚つければ、まあ、耐えれる感じかな。さあ、いや、怖え、これ。これ勝ちてー。タイブレイクな。うっとまるもんな、これ。ちょっとやばいっすよね。もうすでにやばい。すでにやばい。これ攻めクロスとかされたらやばいっすもん。あ、攻め取るねか。よしよしよし。ウッド。で、エリババも行くしかないっすよね。そう。で、ウッドが吹き矢の辺に来るなら、こっち側に出したら、まあ大丈夫でしょうと。お、エレスピ系が強い。エレスピナイス。いや、なんならウッド削りで勝ってるぞ。ウッド削りできてる。相手はもうね、クロスを、あー、気づきやがった。気づきやがった。防衛クロスに何もできねえ、やべえ、何もできないように見えて、もう鬼攻めるんですけどね。さあ、これどっちにウッド打つかい、坊やっていうね。よいしょ、よいしょ、やば、ピンチ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 。これ攻め取るのがワンチャン来るので、この辺にスケとかも出しとく。これ結構やばい、気づいた、結構やばい。
危ない危ない、死ぬ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 、俺そんな耐えるの上手じゃないからマジでこの一生一コス出しとくのやべえ。待って待って、これタイトルだけいくかな、怖えー、よしよしよし、耐える耐える耐えるこれやべえかも、楽しいかも、一コスめっちゃあるから頑張れば一生耐えれる。やべえ、特言ってるとやばい、特言ってるとやばい、ナイト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 、これやばくない、めっちゃ楽しいんだけど、わって楽しいとか言ってる場合じゃないんですよ。これあれっすね、やば、待って、エリババで受けよう、よいしょ。さあ、でナイトがいるな、これやばい、一回竹取られたら終わるんすよね僕。やべえ、終わるかこれ、いやでもこれウッドでなんなら耐えれそう。オッケーオッケー、スピスピ飛べ、いやスピ飛んだ、いやでけえけどロケで終わるなあれ。いややばい、待って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 、話が違う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 、危ない危ない危ない、話が違う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 、マジで話が違う、本当にやばい、俺のせっかく勝てそうな試合なんだから邪魔しないで、マジで邪魔しないで、本当に邪魔しないで、俺がせっかく勝てそうなんだから、マジで邪魔しないで、本当に邪魔しないで、俺は怒るよ、チンパンするよマジで、マジでやめて、せっかく勝てそうなのに、せっかく勝てそうなのにエリババでああこれあれっすよ、マッチングが悪いっす、これマジで切れそうこれよ、え、ちょっと本当に本当に俺ね訴えたい、これマッチング悪いっすよ、やめて、この結構自信あったんですけどね、あー突破できねえな、なんだなんでだ、あー引かれたくっそ、いやーマジか、ディガー欲しくなっちゃいますね。まあ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 、ちょっとね、このままじゃ終われんすね。で、ちょっとグラチェラ終わっちゃったんで、3勝ぐらいで終わっちゃったな。マルちゃん最後やって勝ってね、気分よくおります。だって、絶対強いじゃないですか、このデッキ。てか、エリババね。はい。で、流行ってる中で、多分、一番相性悪いんじゃないかな。の、多分引いたと思うんですよ。いや知らないですけどね、絶対きついんですよ、頑張ったもん頑張ったもん頑張ったもん、なんでさあ行け、おしおし、おし、待って待って待って、やばいやばいやばい、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、やばくない、え、やばくない、お互いやべえっすよこれ、お互い待って待って待って、何この、初手橋前リバ、またいい橋前ロイホグ、名前忘れたわ、ホバリングですね。やば、しかも、エリババが勝った。やば、まあ、僕はこういうのを待ってたんですよ。こういうのだったらやっぱ勝てるんですよね。やば、やばくない本当に。ちょっと待って。やばくない言葉見ながら、やばいしか出ないんですけど、今の。面白くない、そんなことある。いやー、吹き矢回復、これ難しいなー。これ、エリスピでさ、タワーチェーンしねえかな、これ。届かないんですね。これ、ちょっと遊びますね。ババ小屋を壊したいんで、あ、ババが釣れる。あ、違う違う違う。そういうのどうでもいい。そういうのどうでもいいから、ババ小屋を壊したいんですよ。さあさあさあ、ちょっとね、遊びすぎましたね。ちゃんとしていきましょう。まあ、今回は相手は、新越隊ザッピーホバーロイフグですかね。これはね、結構厄介なやつ引いちゃいましたよ、マジで。で、ちょっとここもうちょっと吹き矢に頑張ってもらわないと、あれっすね、やっていけないっすね。やばい、マジで。マジでやばい。よいしょ、これ、ロイフグ来たら、ドンメシス。ってか、エリババ単体系なんでね、この複数系がね、意外とね、しんどいってやつっすね。いやー、耐えて。いや、ワンチャン耐えれるかな。ビリ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 、あ、耐えれなかったっす。やばい、ちょっと待って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 、負けちゃう負けちゃう負けちゃう、そんなに幸先良かったのな、ボコボコにされてる。これまたあれっすね、ババコヤに勝てばいいんだ。さだ気づいた、ババコヤ来る、ババコヤを壊して突破する。あ、違う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 、俺の待ってた君じゃない。でポイズン持ってましたね。まあ吹き矢出すんですけど、まあ、ポイズン打たれちゃうんだよねっていう。ね、僕、まあ、スペルがないんで、ババコヤ壊せないんですよねっていう感じですね。
これやばいな。よく考えたらやばいな。あの1本守れなかった時点でやばいっすね、佐藤は。まだポイズン咲いた後のこの吹き矢は最強。ウッド削りで勝ちてえな、これ。勝てるかな。いや、無理か無理か。気づいた。これやばいっすよ。エリババのメタじゃん、これ。ちょっと待って。待てよ。いや、さっきのよりは相性がいい。ね、なんで延命できないんだ、俺は。まあ、吹き矢で回収して。で、あのね、空飛ぶ、機械。あれ、ずるくない？ずるいと思うんですけど、あれ。マジで。あれだって、どう処理しようかな。いや、いいよ。ダメージ抑えた。もう、吹き矢処理されたら僕終わるんでね。吹き矢にポイズンだけはマジ打たないで。いや、エリババにポイズンはいい、別に。で、ここ地味にね、左サイドを一生延命してあげてます。いや、これ、親衛隊行くんのかな？親衛隊出されたくないな。さあ。いや、これ。いや、いい。絶対、竹取れない。うわ、なんで？待って。やばいって、やばいって、マジで、この吹き矢だけは。あ、やったっす。このね、ダメージだけは入れてはいけない。でも、ポイズンで負ける。ああ、このダメだ。ダメっす。皆さん、これ、勝ってない。ちょっと待って。やばくない？俺、頑張ってんだけどな。さあ、まだね、気合でね。うわ、この1コスシリーズで一番負けてるわ。いろいろね、今まで枯渇とかウォールブレーカーとか、なんかいろいろやってきましたけど、こんな負けたデッキないっすね。うん。よいしょ。そう。いや、頑張るよ。なんか来るよ、この辺に。おいで。来たよ。延命！来た。延命してあげたらワンチャンある。マジでワンチャンある。え？ワンチャンありそうじゃない？この吹き上げ、新衛隊を気合で突破する。新衛隊を突破しろ。お前らならいける。走れ！走れ、仮面をかぶった変態ども。いや、ワンチャンある。待って、こっち、キングにワンチャンある。マジで。相手1コス1コスが重たいから。あー、終わったー。絶望の。いや、待って、ワンチャンありそう。待って。いや、しかもそっちじゃね、俺が攻めるべきなの。なんか思ったより、あれだな。真ん中のドア削れてた。あー、ダメだ、これ。アレックス、OP。うん、OP だわ。いやー、というわけで、ちょっとね、マジ悔しいな。本当に悔しいんですけど、今回のね、エリババ、1コス4枚エリババは、これにて終了しようかなと思います。いやー、ちょっとまたリベンジしたいな。こんな勝てない。こんな勝てないことなくないですか。やばいっすよね。めっちゃ頑張った。最初だけ勝てたっすね。いやー、まあちょっとね、ぜひ皆さん使ってみてください。レイジーとか入れた方が良かったかもしれないですね。もしかしたら。ちょっとね、また、いろいろやってみたいなと思います。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。